どうもこんにちは。バチェラーの親友からバチェラーになった男、ココです。で、はい、定番にしようとしてますが、はい、前回かなり好評だったその掛け声、これ好評ではなかったんです。あ、そうなんですか。なんやそれとしか言われてないんですけどはい、今日実はですね、ここ後ろ見た、小顔って書いてあるでしょ。今日、まあ、母はよくイケメン席が広いだとかね、よく言われるじゃないですか、はい。でまあ、ちょっと今日は申し訳ないんですけど、この世の中からね、大きな損失が出ることになりました。僕のイケメン席が、ちょっとこの世の中に占める僕のイケメン席がちっちゃくなるっていうことがね、今日起きてしまったので、大変申し訳ないお知らせではあるんですが、今日はちょっとね、とある神をお招きしてまして、皆さんが普段悩んでる顔のむくみとかね、小顔にしたいっていうお悩み、なんかどんなケアしてますかってお悩みがたくさん来てたので、今日この小顔ケアに最もふさわしいゲストをお呼びしております。それではこの方、小顔師ヒロ先生。はい、こんにちは。こんにちは。です。いや、来ましたよ。この見ました、今のちょっとうさんくさい感じこれね、はい、フェイスラインを隠してちょっとでもね、イケメン席をちっちゃくするポーズなんですね。はい、小顔師ポーズするんですけど、いやいや、でも本当にね、僕さっきね、実際もう施術していただいたんですよ。そうですね。で、この施術で僕のイケメン席がちっちゃくなったっていう明確な証拠動画がありますので、はい、ぜひ小顔師の YouTube チャンネル、こちら、はい、概要欄に載っけてますんで、うん、一度ご覧になってみてください。はい、はい。で、うん、今回は僕らのチャンネルにちょっと逆に来ていただいてね。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。私ちょっと小顔にしていただいたんですけども、うん、考えてみたら毎日先生と僕が会えるわけじゃないと。そうですね。で、一方でそのこれを見て先生に会いたいって人もいると思いますけど、もう本当に人気の方なのでデートの前とかさ、結婚式の前とか、うん、なんかちょっとむくんだなっていう日に、うん、自分でできることをちょっと教えてもらいたいなと思って。それはね、うん、たくさんあります。あるんかい。たくさんあります。気難しい人かと思いきや、めちゃくちゃあります。あるんですね。はい、大得意です。自宅でご自身でやっていいってことですね。もちろんです。さっきのデート前とかね、はい、ちょっと彼氏とアロマにこっそりちょっとやるね、はい、そういうテクニックとかはめちゃくちゃあります。僕、はい、先に言っときますけど、初めて先生と会ってさっき施術をね、実際やってもらったんですけど、最初疑いまくってたんです。そうですね。もうなんか途中でこの人ハンドパワーとか言いそうなうさんくささが途中あったんですよっていうぐらい、本当に何やってんだろうと思いながら受けてたんですけど、マジでちっちゃくなんですよね。そうですね。はい、だから本当にもう罪なことでイケメン席をちっちゃくしちゃったんで、本当にもう損失出しちゃいました。実際に今日こんなことでちっちゃくなるんだってことを皆さんにちょっとお届けできればなと思ってます。はい、お任せください。はい、お願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、まあ、はい、そもそも今回、うん、僕も顔のむくみってどうやったら治るのかとか、うん、顔がちっちゃいってどういうことなのかって僕ちょっとあまりよく分かってなかったんですけど、うん、そうですね、どの辺にこうアプローチするのが効果的っていうか、うん、はい、なんか顔のむくみって何でこう出てくるのとかってやっぱあるんですか。あります、あります。まあ、むくみって言ったら、もうやっぱね、リンパの流れっていうのがもうすごく大きく関係してるんですね。リンパってよくリンパマッサージとかってね、皆さんこう顔触ったりとかゴリゴリやったりすると思うんですけども、してました。こんなんずっとやってました。やってましたね。でも実はいろんなやり方があって、ゴリゴリはダメです。ゴリゴリはダメです。マジ？ゴリゴリやっちゃうと筋肉が余計こう大きくなっちゃうんですね。ああ、そうそう、刺激筋じゃったりするから。そうなんですよ。なのでリンパっていうのは流すんじゃなくて、流れる環境を作ってあげたいんですね。流れる環境、まあ、例えば水道のホースがねじれてると水出にくいじゃないですか、うんうん、じゃあそれをしごくかってたらしごかないでしょ、うんうん、ねじれを取ってあげれば勝手に流れるんですね、はいはいはい、なので、まあ、お顔でいったら、まあ、特にこの顎ですね、うん、顎、コウさんのこのここですよね。僕いつもここ後筋ですかね、この辺硬くなってるんですけど、ここが顎の筋肉、まあ、エラ筋っていう言い方もするんですけども、うん、これが食いしばって、うっと食いしばってることによってリンパの通り道を邪魔しちゃうんですね、はいはいはい、これがむくみが溜まって顔が大きく見えちゃう原因なんですね、うんうんうん、なのでそれをゴリゴリじゃなくて、ふわふわ、さわさわ、ワンタッチをするだけで結構変わっちゃうんですよね。いや、これ本当にさっき、じゃあコウさんの顎削りますって言われて、うん、俺なんかてっきりえげつない機械持ってきてクッってやられるのかなと思ったら、もう本当になんか、うん、ファンファンファンっつって、僕途中までうっさんくせえと思ってたんですよ。でも終わってみると本当に柔らかくなってるし、なんかすごかった、うん、じゃあそれを今日自分でもできるやり方を簡単にご紹介していただける。そうですね、はい、めちゃくちゃ簡単です。
で、いろんなやり方なんですよ。まあ、食いしばって硬くなってるので、食いしばらないようにすることが大事なんですけども、実は食いしばりながら緩める方法もあったりとか、うん、もうゴリゴリじゃなくて、ポンと押しとくだけで緩める方法とかもあるんですけども、うんうん、どれいきましょうかね。いや、でもやっぱり気軽にできるやつがいいから、うん、ポンっていうやついきます、ね、OK です、はい、じゃポンでいきましょうか。一旦ポンで、ポンで、この頬骨、はい、頬骨がこう耳の横までこうつながってるんですね。はいはい、ここですね、はい、この頬骨のとこに頬筋っていう筋肉がこう出る。食いしばったらこう、はい、ここ、うん、ここですね、硬くなる、はい、そこを2本の指でこの頬骨に向かってグッと軽く押します。あ、この後筋を頬骨の方に、はい、で一旦そこで食いしばってもらって、うん、当たってれば筋肉がポヨンって出ますよね。出ます出ます、はい、出てます。ここを押しておくだけです。これ30秒しておくだけです。その時は食いしばりは緩めて軽く押しておくだけです。じゃあ食いしばらず、食いしばらず、もう2本の指でそこ押しておくだけです。これ、ね、欲張っちゃダメですよ。私すごい張ってるからっていうのでグーッと押したりとかすると思うんですけども、優しくタッチで大丈夫です。ただしちゃんと筋肉はね押さえておくことがポイントです。こんなんでいいですか。こんなんですよ。これだってテレワークオンライン会議中考えてるふりして、そうなんですよってやっとけばいい。実はこのズームの時よくやってます。うーんってこう両方えーとか言ってアホな子みたいなやつやねなるほどね。ほんとここ押さえるわけですね。シンキングポーズでちょっとうーんって実は考えてるけど、実は顔をイケメン好きちっちゃくするみたいな。へー。でも確かにこうちょっと喋ったりするとこの筋肉の盛り上がりがある場所だから、ここが確実に後筋がある場所ってことですね。そうです。一回食いしばればね場所絶対確認できますから、うんうん、さあこれで離してもらって触ってもらうと、こっちよりこっちの方がへこんでる。へこんでますよね。うん、そう、まあ、これ試しにね、本当反対側ゴリゴリやっちゃうと、あの逆に筋肉太くなるのが分かると思うので、うん、あの疑ってる方は反対ね、ゴリゴリやっちゃってみてください。特に筋肉をね、横にゴリゴリすると、特に大きくなりますから、うん、ゴリゴリが悪いんじゃなくて、筋肉を横切ってゴリゴリがダメですね。うん、縦にゴリゴリはまだギリ大丈夫です。横がダメですね。横切るのがダメですね。へぇー、うん。ちょっと、一応こっちも30秒しとこうじゃないかな。なるほどね。本当じゃこれだけでいいんだ。これだけです。これ頻度的にはどうです？1日何回もやるべきなのか。あ、もう気になった時に。例えば朝、お仕事行く前とか、ね、夜寝る前とかもね、寝てる間に食いしばらないために、もう食いしばってる方は事前に緩めておくと朝楽ですし、うんうん、まあその無意識に食いしばっていくこと多いわけですから、うん、もう気づいた時には常にやってもらう癖つけておくと、もうこうやりすぎってことないですから。へえ、うん。噛みすぎて食いしばってるわけなんで、あのエラ張りできてるわけなんで。気になってる時に何度でも OK です。これでも、うん、全く準備いらない上に、うん、片手さえ空いてればいつでもできるわけでしょ。できます。これだからテレワークもそうだし、ちょっと移動中も、うん、そうですね、だって雨の日傘持ってたってできるわけですよ。できます。究極的には、うん、この気軽さはいいですよね。めちゃくちゃいいです。はこれがだから後筋を緩ませて出っ張りをなくすってことですね。丸顔を気にされてる方とか、こう四角い顔とか、まあ、エラ張ってるとか、ベースライン、そう、その辺を気にされてる方にはもうすごく手軽にできちゃう。誰でも結構効果出ますね。もうここの位置だけですか？逆に言うとこの辺とかは全然触らなくていい。あ、いっぱいあります、いっぱいあります。もう手っ取り早いのがこれですね。うんうんうん、はい、なるほど。じゃあもし先生的に、まあ、これは気軽ですぐできるじゃないですか、うん、まあ、顔全体を朝5分ぐらいでやるんやったら、まあ、じゃあここ30秒1分、うん、他なんか 1,2 箇所やるとしたらどの辺がいいですか？ここで、まあ、この頬のラインはスッキリするんですけど、フェースラインを上げるときにはもう絶対ここ側頭部だったり。あ、ここなんだ。ここなんですよ。へ、耳の上もこれね、実は顎の筋肉でこめかみの後ろに手当てて、はい、で噛んでもらうと筋肉動いてますよね、うん、動いてます。側頭筋といって、はい、これもだから食いしばってると硬くなってダラーンとかね、フェースライン下がってくる原因になるんですね。へ、でこれは特に、まあ、女性の場合とか髪の毛あるので滑らないようにこう髪の毛かき分けるようにグッとこう耳の上ぐらいに指4本を持ってきます。こう上に持ってくっていう意味。そう、まず頭皮を捉えて、はい、もう上の方でも下でも真ん中でもいい、この辺捉えて、はい、で口角、はい、で耳のトップのこの延長線上にポニーテールを、ね、作るゴールデンポイントってあるんですよ、はいはいはい、その方向に向かってこう斜めにこうキュッキュッキュッとこう頭皮をね、ちょっとじゃあ気持ち後ろの方に、そう、斜めですね、髪の毛をかき上げるようなイメージで、まあ、両方いっぺんできますね、これ。え、こんなんでいいの？こんなんです。で、場所を変えながら、下から真ん中、
上っていう形でキュッキュッキュッってこう変えながらいくと、まあもう2往復3往復するだけでもうキュッて上がりますね。でもなんか確かにあの、うん、以前もいくつかこの小顔の施術って、うん、プライベートで行ったことあるんですけど、はい、この辺触る先生ってめちゃくちゃ多いですよ、ね。まあここはね、顔をちっちゃくするとかバランスよくする上で絶対もうここはもう必須必須です。はい、うん、セルフケアできるんよ。できます、できます。それこそね、結構カッサっていうんですか、うん、あれでこの辺ゴリゴリする方もいますよね。あ、もう全然ありです。じゃあこの辺なんですね。誰もやりすぎちゃダメなんで、本当に軽い力で OK なんですね。どうしてもこうなんかあの痛気持ちいいのを好む方多いので、うん、ちょっとこう強めになっちゃうんですよね、うんうんうん。まあ、痛すぎなければいいんですけども、痛気持ちぐらいで止めた方がいいですね。なるほど。この動かす距離としてはこうキュッキュッぐらいがいいのか、それとも後ろまでガーッて引っ張っちゃった方がいいの。あ、もう滑らしちゃダメなんで、その当てたとこでこう頭皮が動く範囲ですね。あ、動かしちゃダメなんだ。そう、滑らしちゃダメですね。へえ。そうなので、髪の毛の上よりもこの中に入れて頭皮を押さえて、はいはいはい、で頭皮が動く分だけキュッキュッて。あ、なるほど。じゃあ指は滑らせずにここをこうギュッギュッて上に。そうです、ギュッてこう。なるほど、なるほど。でね、頭固い人めちゃくちゃ多いんですよ。うん、僕の頭皮硬いです。どっちかっていう方は本当に動かないんですよね。だからこれがある程度こう皮膚の遊びが、頭皮の遊びができるようになったら、まあすごくいい状態ですね、はい。あとはこれをキープするだけです。まず動かない人は、全然突っ張って動かないって方結構いらっしゃるんですね。特にこのマスク生活が始まったこう耳の後ろね、ゴムがあるんですか、 そうね、それでここをね圧迫しちゃうんで、でこれでまあ頭痛とか、まあ、この顔のたるみとか顔の不調がね結構出てくるんですね。何が違和感って、僕らはここ一生懸命言ってるんですが、後ろにいるおじさんたちみんなやってるんですよ。みんなやってますね、みんなおじさん、すごい違和感ですね。みんな顔ちっちゃくこんなしたいねんやっていう。でもこんだけ気軽やったらいいですよね、うん。へー、すごい。こんなんだから髪の毛シャンプーする時のに毎日洗うじゃないですか、その時には必ずやるって決めとけば、必ず毎日セルフケアとしてやるので、わざわざっていうよりも、ね、何かのついでにっていうのがすごくまず手軽に始めれるきっかけになると思うんで。確かに。でもここやってるだけですごいこの辺が緩んでる感覚あるんで気持ちいいですね。じゃあ今ここやりました、うん、ここか、ここやって、はい、ここやって、もう1箇所3箇所ぐらい行きたいな、はい。結構ね、気にされてるのは頬骨の出っ張りを気にされるかと思うんですよ。あ、ここね、頬骨、はいはいはい、はい。これが前に出てくるとお肉たるんでほうれい線の原因になってくる、うん、横に張ってくると顔が大きく見えちゃうということで、ここの頬骨、胸骨っていうのをやっぱり気にしてる方多いんですね、うんうんうん。でこれをじゃあ、これは骨でアプローチしましょう。骨、今までは筋肉、はい、後筋、側頭筋と筋肉でフェースライン上げたんですけど、今度は頬骨ですね。トンカチとかでガチテクニックです。ガチテクニック、これはトンカチではなくて神立ちで、神立ちでいきます。神立ちでいきます。もう、はい、もうハンドパワーとか言い出しそうな雰囲気あるでしょ。あのね、神たち、神たち。じゃあまあ事前にちょっとほっぺ触っていただいて、うん、あの左右差多分皆さんあると思うんですね、うん。でこれをまず確認して、じゃあ僕は右いきます。はい、うん。で右やる場合にはですね、この頬骨をですね中心に向かって入れていくんですけども、まあ、頭をね球体ボールと考えたら、後ろではなく真横でもなく中心にめがけて押すイメージですね、うん。その時にこの頬骨の後ろにこの耳の この側頭部があるので、はい、右をやる場合は左手を後ろから回して耳の後ろにこう、こういうことですね。そう、指をこうピュッと当てて、うん、この指で後ろに軽く引っ張ります。軽く引っ張る、はい、はい。これで引っ張った状態で手のひらの真ん中で頬骨を押さえます。この肉球とかで押すとね、押しすぎちゃうんですよ、うん。ちょうどこの手のひらってくぼんでるんで、くぼんでるところ、そう、くぼんでるとこでなんか押しにくいなってぐらいでちょうどいいです。これが神立ちです、うん。いや、さっき施術してもらった時もこれやったんですよ、はい。後ろ引っ張られて、このここの出っ張りじゃなくここで包まれただけで、何してんねやろと思って。これでいいんですか。これでいいです。これをだから頭の中心ですね、はい、中心イメージして、はい、ボールの真ん中ぐらいをイメージして押していきます。後ろでもなく内側でもなく中心めがけて、こんなんでいいんや。こんなんでいいです。これも約ね、まあ、15秒とか20秒ぐらいだらーんと思う。この時ねポイントとしては、あの歯と歯の隙間開けといてもですね、ああ無意識に食いしばっちゃうと、ね、骨力入っちゃうんで、うんうん、パーンと歯の隙間開けといて、噛まずにってことですね。噛まずにです。これも15秒20秒ぐらいです。そうですね、うんうん。こんなんでいいんだ。あ、すっきりしてますね。逆の場合はだから右手で、そうですね、右手で後ろですね。でまた手のひらの真ん中で神タッチ。
A 面 B 面ですね。そうですそうです。いやこれね、本当ね、欲張っちゃう方いると思うんですけども、欲張らない方が効果出ますからね。もう置いとく方がいいって感じですね。そうですね、もうふわっともう手当て、うん、不思議なんだよな。いや俺も本当最初これ本当かよと思ったんだけど、本当にね、すっきりしますよねこれ。いや本当変わるんですよ。ただまあ骨自体がちっちゃくなることは絶対ないので、うんうん、ね、噛み癖によって歪みによってこう外にとかね、前とかに広がったものをあくまでも戻すだけですから、うんうん、歪みゼロの人はいないですから、うん、誰がやっても効果出ます。なるほど。ただ歪みのね、もともと多い人ほどその分伸びしろがあるので変化出やすいので、もともと歪みが少ない方でも、まあ、多少はね変わるのでぜひ試してみてください。だからなんか小顔っていうと、うん、僕も聞いちゃったんですけど、なんか骨がちっちゃくなるとかね、うん、バコッと奥に入るってイメージあったんですけど、うん、どっちかっていうと歪みを直して整えるっていうのが一つと、むくみをとか、ね、この張ってる部分を柔らかくするだけでいいってことだけでいいんですよ。なるほどね。だから骨ちっちゃくなったらもう事故事件ですからね。いや本当そうだ。ダメです。はい、それはそうですね、はい、なるほど。じゃあもうこのケア、まあ言ったらもう本当朝3分とかでできるような。できますできますね。頻度的にはどうですか？毎日やった方がいい。毎日やった方がいいです。やっぱその分無意識に食いしばって歪みが絶対出るので、うんうん、もう定期的にこう毎日、まあ、メイクの前とか、うんうん、朝洗顔してこれやるとか、うんうん、メイクの前に眉毛高さそろえる前にこうフェイスを開けちゃうとかっていう風に、もう毎日ルーティンでもうメイクの中にもう組み込んじゃってしまえば、うんうん、いつもベストな状態でメイクできると思うので。なるほどですね。うん、まあ、だから歯ブラシとかと一緒で、しゃ今日歯磨くぞっていうモチベーションいらないのと一緒で、もう今日もあじゃあ3分だけスッとやっちゃおうっていうのが習慣になればいいってことですね。そうです、習慣になればもうね、うんうん、わざわざっていうよりはもう生活の一部になるので。はい、うん、なるほど、ありがとうございます。先生はですね、普段小顔スピード小顔っていうところの、まあスピード小顔ですかね、そこはまあ技術の監修っていうか、はい、監修もされてて、ね、ご自身の YouTube チャンネルでも数々 の, その小顔になるためのセルフケアをご紹介はいただいてて、うん、今回はもう本当その中でも一番一部ですね、ほんの一部だけをご紹介いただいたんで、うん、よかったらぜひヒロ先生の YouTube チャンネル行って、はい、ちょっともうちょっと上級者向けのもあるわけです。めちゃくちゃあります、うん、はい、なるほどですね。なんでそういうのをぜひ見てですね、遠くに行けない方、明日なんか急になんか大事な予定が入っちゃったって方はぜひ先生のチャンネルでいろんなテクニックを学んでみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。一応先生の小顔ポーズやらせてもらっていいですか？はい、いきますよ、はい、せーの、ここでした。